こんにちは、ジンジャーです。アメリカから発信しております。皆さんお元気ですか？今日はご報告なんですけれども、現金給付の小切手がトランプ大統領の名前入りで届きました。アメリカでは景気刺激対策で1人$1,200、そして子供は$500、このような小切手で届いたのは意外だったんですが、私は毎年オンラインで確定申告をして、還付金を直接銀行口座振込でもらっているんですね。なので、そういった方々は直接銀行口座に振り込まれると思っていたので、2週間ぐらい前にその銀行口座振込が一斉に行われた時に入金されるのかなと思っていたんですが、入金されなかったんですね。そして今日なぜか小切手で届きました。小切手には個人情報が入っているのでお見せすることができないんですけれども、左側の方に自由の女神様の写真が出ていて、その横の部分にトランプ大統領の名前が入っているんですね。なので、この小切手は入金した後はそのまま記念に取っておこうと思ってます。今自粛生活が2ヶ月目に入ったんですけれども、この後まだこの先1ヶ月続くんですね。そして今ものすごく行きたいところがあるんですけれども、どこだと思いますか？美容院なんです。すごく美容院に行きたいんですね。そろそろ髪の毛を切りたいんですね。アメリカが非常事態宣言を出して、それと同時に私が住んでいる州でもすぐに外出制限が始まったんですね。その時に床屋、美容院、ネイルサロンなどの美容系のお店が飲食店と同時に一番最初に一斉に閉まっちゃったんですね。なので前準備をすることもできなかったので、特に男性や女性でもショートヘアの方なんかはスタイルを維持するのに割としょっちゅうヘアカットしないと形が保てませんよね。なのですごくヘアカットに行きたいっていう人多いんですよね。そして今だんだんと解除に向けての動きがあるんですけれども、ただ私がちょっと心配しているのは、美容系のお店ではどうやってソーシャルディスタンスを保つのかなと思ってるんですね。美容師さんはマスクをして仕事をできますけれども、お客さんの方は耳にかかっているマスクのゴムが邪魔になってヘアカット、ヘアダイ、パーマなどするのが難しいですよね。なので外してヘアカットしてもらわなければいけないのか、それかもしくはなんかシールのようなあのマスクがあると便利ですよね、なんて思ってます。そして今解除に向けての動きがある中、我が家で今一番気になっているのが、車の運転試験場がいつオープンするのっていうことなんですね。私の娘は今車の仮免許を持っていて、普通免許を取りたいんですが、その前に試験場に行って運転の実施試験を受けなくちゃいけないんですね。で、試験場は今閉鎖されていて、いつ再開するかわからないんですが、よくよく考えてみたら、再開されたとしても運転試験をどうやってやるのかなと思ってます。従来のやり方では試験官が隣に座って、右に行って左に行って、はい止まって、はいパーキングして、なんて指示しながら運転して運転試験を受けますよね。ただソーシャルディスタンスを保つためには隣に座るということはできないので、そして後部座席に座ったとしても、アメリカで言われている6フィート約1メートル80センチの間隔は取ることができないんですね。なんか防護服でも着てやるんでしょうかね。ちょっとそのあたりわからないんですけれども、運転試験場がオープンしたらすぐ私の娘を連れて行きますので、一体どのように運転試験をしたのか後日報告したいと思います。今日は
フロリダのディズニーワールドで解除に向けての2つのフェーズプランについてシェアしたいと思います。フロリダのディズニーワールドは今4万3000人の従業員が一時帰休を取らされているそうなんですね。で、再開の日程は今のところはっきりしていないのですが、ガイドラインを作って2つのフェーズを経て再開していくそうなんですね。まず最初のフェーズは 50% のキャパでライドなどをオープンして、それがスムーズにいけばその次の2番目のフェーズとしては 75% のライドをオープンし、そしてスムーズにいったらばフルキャパシティに持っていくということみたいなんですね。で、まずは再開プランに向けては、列に並ぶ時の目安として6フィート180センチ間隔の目印をつける。そして新型コロナウイルスは高齢者の方はハイリスクと言われていますから、65歳以上のお客様はご遠慮いただきたいということなんですね。従業員は常にマスクを着用し、手すりや床などの清掃を徹底して常にパークを清潔に保つことを徹底させるそうです。そして従業員は仕事を始める前に検温して、熱があった従業員はその日は仕事はさせない。そして手洗いを徹底し、ハンドサニタイザーをパーク内のいろんなところに置くそうです。で、この再開プランは東京ディズニーランドや世界のディズニーランドも追随するのではないかと思われますね。ということで、今日はいろいろなテーマでお話ししましたが、もしこの動画楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。